皆さんどうも、ひかりです。まだ神社に来てます。カラスたちめっちゃ喧嘩してる。私どうか撮ってますけども、静かにしてくれませんか。どっか行っちゃった。どっかまた鳥たちは喧嘩してる。ああ、難儀やな、難儀やな、この場所。実はこれは3週間前も来たけど、あら、刈り上げた。でへえ。ほんで顔めっちゃパンパン。ちょっと太っちゃった。今はね、カウンセリングを行ってきたけど、2週間前に初回面行ってて、その時は、普通にいろんな話をしてて、なんで、ここに至ったとか、昔のそのうつ病の経験とか、入院とかの話をしてて、で、私は、昔は、そのアートセラピーに通ってたから、私結構絵を描きながら、話すのが楽なんで、今度ちょっと絵描いてもいいかなと言ったら、さすが日本ね、マニュアル的な お国ですからね。まあ子供だったらおもちゃとかね、絵を使って、するけど、大人ですと、ちょっとあんまり絵を描くのが、絵を描くのがちょっと、気になるわ。絵を描くのがなんか難しいとか言われたけど、私は、いや、もうそれはどうしても、私は必要なんで、私の治療やしね。あなたの治療ではなくて私の治療ですからね。私の要望をね、ちゃんと聞いてくださいよ。今日ね、書いたら、私も結構話せたし、そのカウンセラーさんも、やっぱり絵を描くと、なんか、もっと、その気持ちが分かってくるとか、話が分かってくるって言ってたんで、まあいいんじゃないかな。ほんまほっとした。もうカウンセラーさん変えようかなと思ってたけど、もう1回目で。でもよかった。カウンセラーさんは全然、悪くはないな、今のところは。なんかカメラが近いとさらにパンパンに見える。そして髪の毛が、髪型がね、気になる。誰でもそうやろうけども、これめっちゃ好きやけどな。刈り上げ本でな、これね、隠されこっちも実はせやけど、でもにへん、前髪がおかしいね。ねえ、隠せるね。これ前言ってたっけ。じゃじゃーん、めっちゃええ感じやな。でもこれ1個しかないから、こっちはできへん。まあそんな感じでね、カウンセリングはうまくいってるから、これからちょっと元気になるんじゃないかなと。もっと動画撮りたいし、問題は編集の時間はないっていうか、なかなか編集してけえへんから、あれやけど、でもこれから頑張ろう。あと新しいカメラにちょっと貯金しようかなと今ね考えてるから、めちゃくちゃなんか元気出てるというか、これから何したいとか、そんなちょっと考えてるから。そして今度のカウンセリングもちょっと楽しみにしてる。今日はちょっと楽しみにしたっていうか、よく書けなかったらどうしようかなって心配したけど、今大丈夫だからね。いいね。ほんでめっちゃ虫に噛まれてる。めっちゃ蚊に噛まれてる。危険よ。ここ。もう結構日本語の、動画最近作ってるから、今度は英語にしようかな。はい。では、ほなまた。